イメラジオ第3403回、今日は令和3年11月28日日曜日です。時刻は午前9時、横浜港北、爽やかな日曜日、晴れた朝となりました。東から昇る太陽、港北の街に白い光を投げかけていますね。さて、10時からオンラインの授業、今朝は千葉の社会人の男子、英語習いにいらっしゃいますが、それ以前の時間を使ってのイメラジオです。今回は韓国の真の英雄は朴正煕、こんなタイトルでお話しましょう。韓国の真の大統領は朴正煕。今韓国の若者に朴正煕って知ってると言ってもね、ほとんど知らないと思いますよ。あ、昔独裁者がいたんかなぐらいでしょうか。聞いたとしてもネガティブにしか答えないと思います。で、実際韓国にも博物館とか歴史館みたいなところがありますので、ソウルやプサンでそういう博物館または歴史館に行ってもですね、もう近現代史はほんの少しで、そして朴正煕になってくると、クーデターを起こした時の異様なサングラスかけた男たちの写真っていう、あれが出てくるだけですよ。で、独裁者と親日と売国奴みたいな、こんな扱いですよ今も。ところが今私たちが韓国に行って見る、もう日本とほとんど変わらないような近代的な街並み、そのインフラ、それは建設、自動車、鉄鋼、もういろいろですね、家電、ガラス、セメント、もう船舶、重工、あらゆるものは実はこの朴正煕時代に始まった。朴正煕がクーデターを起こした1961年の頃は、韓国は世界最貧国だった。そこから漢江の奇跡、漢江っていうのはソウル流れる川なんですよ。漢江の奇跡、これを起こしたのは朴正煕です。その時に現代グループのチョン・ジュヨン、そしてサムスングループのイ・ビョンチョル、主にこの2人有名ですよね。この2人と朴正煕、つまり民間の活力を最大限に利用して高度経済成長を行った、その原資は日本やアメリカから来た。そして日本からの技術を大きく導入して、で韓国の今がある。ですから韓国の企業で今名の知られている、例えば現代自動車、あるいはサムスン電子、あるいはポスコ、何でもいいですよ。そういうので日本起源でないものはほとんどないと思うよ。どの韓国の企業も元をたどったら日本から技術を得ていますね。例えば現代重工だったら、現代重工業だったら川崎からですね、川崎造船からでしょ、川崎重工か、川崎重工から、あるいはサムスン電子だったら、もう今なくなっちゃったけど三洋電機から、あるいは現代自動車は三菱自動車からですよ。これ全部コピーなんです。そしてポスコ製鉄だったら新日鉄から。でも日本の技術者がもうお人よしにね、そして多少の歴史の食材意識もあったのか、もう教えに教えて、パクリにパクって、でそれはまあいいじゃないですか。日本がね、日韓基本条約でお金渡したのも、そしてこういう技術者たちが技術流出するっていうのも認めたのも、
やっぱり韓国という自由主義陣営の国が半島にいるということで、日本の防衛に非常にプラスになるという判断があったからですよ。60年代70年代の日本の指導者にもね、その判断は正しかったと思う。つまりいくら日本からお金が行って、そして技術も行って、けど韓国がそこで頑張ってくれると、で共産主義への防波堤になってくれるっていうのは日本の国益である。でそれを体現してくれたのが朴正煕なんですよ。で朴正煕さんは満州の軍学校だったかな、当然日本が設立した満州の軍学校に行って、だから日本語はもうペラペラです。で朴正煕さん、高木正夫っていう日本の名前も持ってたんですね、創氏改名ってやつで。だからもう全然日本文化のことはよく知ってたわけですよ。でこの人がさっきお話したように民間の力も借りて近代化を行いました。朴正煕なしには韓国はない。朴正煕なしには今の韓国はないどころか、北に飲み込まれて今も貧しい地域のままか、ね、北に飲み込まれて今も貧しい地域のままか、まあ資本主義陣営にいたとしても、まあフィリピン並みの国になってた、こんな感じでしょう。でその朴正煕をですね、独裁者または親日と呼びながら、もうこけ落としてるのがね、もう貶めているのが今の韓国の歴史です。歴史教育です。教科書もそうなっています。教科書でも朴正煕が語られるのは独裁者ですよ、クーデターを起こしたみたいな。そこで経済成長が起きたみたいなのがちょっと書いてあるだけで、ですから韓国人にとってはね、今自分たちが見ている高層ビルとか綺麗な自動車とか整ったインフラっていうのはね、なんとなく自然にできたように思ってるんですよ、韓国人。歴史認識がないんだ。それは全部日本経由なんだ。知らない。全然分かってない。だからまあ今取り壊されちゃったけど、総督府っていう建物とか、あるいは韓国の駅、ソウル駅とかですよね、あれ全部日本風なんですよ。日本の建物を、もちろんそれはその通りで日本人が行って建てたからね。でそれをもう日本風だって言うんでどんどん壊していって、で壊した時には、わあ痛快ですねとかって、これで日本の象徴が一個なくなりましたみたいな、まあ、こんなんが韓国人ですよ。つまり日本から近代化の多くを追っていて、そして韓国のもう唯一のと言ってもいい真の友は日本であり、それをしっかりと見抜いて近代化してくれたのは朴正煕なのに、強烈に日本を憎み、そして朴正煕を貶めているのが韓国人です。韓国の真の英雄は朴正煕である。なのにですね、実は韓国で今英雄っていうと、セジョン、セソーですよ。で、リシュンシン。そして、これ、秀吉の軍を破った人ね。で、セソーっていうのは、15世紀でしたか、ハングルも作って、なんていうか、貧しい人にも善政したみたいな、そういう歴史の人、世相で、もう一人アン・ジューコンってこんな人出てくるんですよ、3番目に。まあ世相、李承信あたりはまあいいとして、アン・ジューコン、伊藤博文をハルビンで暗殺した人、こんな者たちが、まあ世相はともかく、まあ、李承信もまあいいでしょう。けど、なんでそこにアンジューコン。こんなんが英雄にされてんですよ。で、サッカーの試合でアンジューコンの絵が脈絡なく韓国のスタンドに出てくる。見たことありませんか？で、今もね、ソウルの南山ってとこ行くとね、アンジューコン義士記念館みたいな、あるんですよ。アンジューコンが英雄ですよ。で、伊藤博文をね、亡き者にした時の経緯とかが書かれてありますね。あれ、行くと面白いのはね、アン・ジューコンが自分で裁判に提出したなんか、なんで伊藤さんをやったのかっていう、その理由？
それをアンジューコンが書いてる、それ展示されてますけど、読んだらね、日本語で書いてありますよ。伊藤さんは孝明天皇を殺しましたとかね、伊藤さんは敏妃を殺しましたとかね、こんなの書いてありますよ。そんなんが英雄にされてるんですよ。一番の友であり、一番恩を与えてくれた人をあだで返す、これが韓国人ですね。まあ、もちろん日本人の側から恩を与えてやった、恩を与えてやったという、いうことはしなくていいですよね。またさっき放送の中でお話したように、韓国が経済成長することは日本の国益でもあったという、まあ、日本側のしたたかな打算もあったわけだから。ただしですね、それを全く見ずにこの反日を未だにずっとやってる。それで本当に、近代化してくれた人を教えない。だから韓国人の歴史認識っていうのはもうむちゃくちゃなんですよ。それでずっと中国に徴工していた惨めな歴史がですね、いつの間にかなんか華やかな李氏朝鮮文化としてドラマになってる。あれ全部嘘っぱち、韓国の歴史ドラマは全部嘘っぱちです。しかもね、歴史に基づいてでも脚色するって言うならともかくね、もう最初から最後までもうほぼ捏造っていう、そういうものなんですよ。なぜかというと、本当に直視したら中国への朝貢、厳しい朝貢と、あとはヤンパン同士の不毛な争いっていう、これがずっと続いただけなんだから。李氏朝鮮なんか特に見るべきものがないんですよ、韓国および半島の歴史はね。確かに李俊臣が秀吉の軍を水軍で打ち破ったというのは、これはあってもいいでしょう。あるいは世宗、この人がハングル作って貧しい人たちにも字を読めるようにした、そして禅制を施した、これもあっていいでしょうが、それぐらいなんですよ実はね。あとは実は半島史というのはほとんど見るべきものがないんです。だから無理やりでもドラマっぽくでっち上げて面白く作る、これは韓国人得意でしょ。ですから歴史がない民族というんでしょうか、捏造するしかないっていうんでしょうか。だから反日における捏造もガンガンやってくるわけですよ。さすがに今は言わなくなったようですけど、低身体対策協議会みたいなのがずっと韓国にあって反日やってたでしょう。低身体っていうのは実は女子低身体のことで、慰安婦とは何も関係のない勤労動員させられた、ね、女子学生のことなのに、低身体はね、それがいつの間にか慰安婦にすり替えられて、これ朝日新聞が非常におかしな報道したっていう原因あるものの、それで女子低身体対策協議会で、これに従軍慰安婦のね、おばさん寄せ集めて抗議の集会みたいな、そこに福島みずほみたいなのが行って私たちも日本側から協力しますみたいな、売国的なことやってるわけですよ。事実に基づくんなら日本もね、反省すべきところがあるなら反省すべきだけど、低身体は慰安婦じゃないから、そもそも。あるいは90年代にその低身体対策協議会で出てきたおばあさん方はもうみんな売られたおばあさんだったじゃないですか。その強制連行とかじゃなくて、韓国人の歴史認識はことほどさように、もう悪いけど捏造の嵐で、そうしないと歴史がそもそも語れない。そして一番盗作しているのは、日本のおかげで近代化ができた、朴正煕のおかげで近代化ができた、それが逆転してしまっていることですね。ですから今韓国が経済成長しているというものの、ここまで歴史をおかしく、見つめる民族はいつかどこかでストップかかるんじゃないかなと私は見ていますね。言い換えればあまりライバルとして、なんていうか恐れなくてもいいというか、歴史がきっちりしてないところはいずれストップかかるんですよ、何らかの形でね。
イメラジオ3403回目、今回は韓国の真の英雄は牧世記であるお話しました。朝の放送はここまでです。ありがとうございました。